手塚山小学校は奈良県奈良市学園前にある私立小学校であり学校法人手塚山学園が運営する。併設の手塚山幼稚園からの内部進学者も多いが近年では外部からの入学者も積極的に受け入れている。生徒一分けは男子約4割、女子約6割。教育の特色として子ども主役の学校づくりを挙げている。教育目標として 品性豊かな考える子供を作ることを挙げている。全校遠足、各記学年合宿、臨海学籍、臨海学者、スキー教室、体感マラソン、七夕集会、運動会、音楽祭、幼少合同ファミリーカーニバル、美術作品展、豆巻集会、田植え稲刈り体験等が行われる。5年生の臨海学者では、最長 1.2km の演営が行われる。 また、英語スピーチコンテスト、児童英検、漢字検定、等も実施される。男女共学であり、併設の手塚山中学校、高等学校、または他の中学校に進学する。主な外部進学先、奈良、東大寺学園、西山と学園、洛南附属、洛西、奈良学園、西風南海、同志社女子、同志社香里、香織、 大阪製光、大阪桐院、四天王寺、奈良女子大夫、大阪教育大付属天王寺他内部、進学学力テストの成績によりコース分けされ、男子約55%、女子約80%が、手塚山中学校へ、内部進学する。内部進学実績、男子 A 数、コーススーパー理系、クラスイコール3名、男子 A 数コース、男子 A 数、 クラスイコール14名、女子英数コースイコール17名、女子特進2コースイコール8名、女子特進1コースイコール14名全学年、完全週2時間の英語授業、4年から6年の算数は、クラスの半数による少人数制、全学年、一人一台週1時間のパソコンによる情報学習などを行う。担任は、持ち上がり制だが、小学点六年は、 準教科担任制を取る。各学年ともにクラスで構成され、1クラス40名程度の月組、星組に分かれる。コンピュータの授業もしている。ありがとうございます。